喜びでありがたく御礼申し上げます。私たちの方の話によく江戸っ子が登場してまいりましてね、何かてえとこのべらぼうなんて棒を振り回しておりますね。何をなきゃあんでべらぼうめえなんてなことを言っておりますが、あれはどういう棒なんだろうと思って伺ってみましたところ、てめえなんざごくつぶしで、そこでこの竹のヘラになぞらえて、あれ本当はヘラ棒というんだそうですね。でもヘラ棒じゃどうもあんまり威勢がよくないね。何をなきゃあんでヘラ棒めえなんて相手があんまり驚かない、そこでわざわざべらぼうとなまったんだそうですね。まあ啖呵切るようなもんの腹の中には何にもございませんでね、江戸っ子はさつきの恋の吹き流し口先ばかり腹当たなしなんて言います。今ポンポーンと啖呵切ってたかと思うってえとすっと忘れてしまう、何かあったのかしらってんでね、妙な顔したりなんかしている、そのぐらいにこの腹には何にもないというのが、まあ、江戸っ子のいいところなんですが、まあこれはよく言うとこの竹を割ったような気性ですね。悪く言ってと粘り強くないというやつです。まあ大変に自業心に富んでいるところがありまして、人が困ってんのを見るってとどうも黙っちゃいられないってやつでね、あお買い上げた、あお帰りなさい、竹のところに寄ったんだよ、あんちしょ芋食ってやん、俺おめえ何だって芋なんぞ食うんだいって言ったら飯はねってんだよ、情けないこと言ってやんだおめえ、飯持ってって食わしてやんなよ、だってお前さんおかずがないよ、いいよ、なんだって腹減ったら塩かけだって飯は食えるんだよ、何を鮭の焼き魂、おうゴミなもんだ、早く持ってって食わしてやんな、どうした？まあ竹さんたら喜んでたよ、ご飯見て涙こぼしてたよ、あの野郎な世話焼かせやる、本当にそうか、そんなに喜んだか、いやよかったよかった、うん、ああそうか、いや俺も一回りしてきたんで腹減っちゃってんで飯食わしてくれ、何言ってんだよ、向こうに持ってっちゃってうちにおまんまないよ、あそうか、じゃあ芋買ってこいって今度てめえがこれが江戸っ子のいいところなんでしょうね。まあ今と違いまして、教育というものが進んでおりませんね。ですから読み書きのできるなんて人はほとんどおりませんで、ことにお職人には多かったようですね。まあ職人というものは腕さえしっかりしていればいいんだということが、広まっておりますから、これがまあ、同じこの子供が大きくなっていきましても飽きんどんところに奉公行くってえと、一人でにこの筆を持つようになる、そろばんをはじくなんてことでもっていろいろとこの覚えてくるんですが、まあ、職人となるってえとそういうことはないですね。だから生地読み書きができるってえと仲間の受けが悪かったりなんかいたしまして、富の野郎ね、これだ俺はおめえアンチションのところ行ったんだよ、うん、ねえ野郎何してたと思う、分からねえ、本読んでやん、え本読んでんだよ、なるもん、ふん字が読めんのかアンチション、書けるんだと、嫌なやつだねどうも、そうかい、おうそれだけじゃねえんだい、俺はおめえ問いただしたよ、てめえことによってとそのまんま弾きゃしねえかったらすまねえと謝ってやる、かまねえから張り通せなんて乱暴な話があるもんですね。まあこんな具合ですから、朝晩付き合っているもんの名前もろくに知らないなんてことが実際にあったそうですね。少々伺いますわ、おうなんだい、この辺りと伺ってきたんですがな、山田喜三郎さんって方ご存知ありませんでしょうかな、山田喜三郎この辺りで、おお聞いたことはねえな、あのなんだい商売は、大工さんなんですがな、大工、聞いたかった、ちょっと待ちだよ、隣にデカがいるんだよね、同じ商売だことによるってと知ってるかもしれないから聞いてみてやるね、ちょっと待ちない、おいさっぺー、おめえと同じ商売だそうだよ、大工で山田喜三郎って人知らねえかってこの人は聞いてんだ、おめえ知らねえか、大工で山田喜三郎っての、大行な名前だね、殿様みてえじゃねえかな、山田喜三郎なんてよ、俺だ嘘をつけおめえ山田って面じゃねえ、どこいらしたって山田って面じゃねえか、いやそうでねえんだ、俺山田だよ、おめえ山田か、山田なんだ俺は、あのね、おめえの名前は山田喜三郎ってんだから、覚えとけよって親父に言われたの今思い出した、そうかい、この野郎だそうですよなんてんでね、これが仲間に白丸って言うと余計ひどくなりましてね、おいみんなこっち集まってきな、なんで、大工の喜三郎だろ、安徳署の名前なんてんだか知ってるかい、あれおめえなんじゃねえか、大工のキサップだろう、それは浮世を忍ぶ仮の名、野郎の誠本名はね山田喜三郎ってんだってさ、不定野郎だって太かないねこういうような連中が随分いる、まあことにこのそれこそ読み書きなんざどうでもいい、仕事さえできりゃという時代の、お職人ですから、みんな腕が良かったそうですね、職人かたぎというんでしょうかね、人に何か物を頼まれてね、いくらお金を積まれても気に入らないってえとこれは引き受けない、首を縦に振らない、
その代わり気に入るってえと金のことなんざどうとも構わずに夢中になって仕事をやるというそういうところがあったそうですね。だから仕事を頼むね、向こうが心よく引き受けてくれる頼んだ人が何か注文しようと思って、親方ね、そこんところあった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 旦那旦那、何か言っちゃいけない、何か言っちゃいけないよね、こうなったら足に任しとくれ、意外ね、細工は流々仕上げをごろじろってんだよ、何か言っちゃいけねえなんてんでうっかり何か注文しようもんならしくじっちゃったりなんかしてね、気になきゃやんねえよなんてんで途中でやめられたりなんかする、そうかと思うってえと普段どうにもしょうがないというような、愚かな人間がいざ仕事になるってえと普段のバカが利口になって他のものはとても考えもつかないような工夫をするとかね、他のもんじゃできないような仕事をするなんてことがあったそうですね。だそういうような若い連中を束ねていく、まあ、職人でも上に立つ人ね、棟梁ですとか親方だとかね、頭なんと言われるような人になるってえと普段からいろいろと気を使って大変だったそうですね。で「与太おめはなぜ仕事に出てこねえんだ？」「2000円あのね、ドルのおめえだけども俺 働けなくなっちゃったんだ。体の具合でも悪いのか？体の具合は悪くねえんだよ。もう体は丈夫でね、おまんまなんぞいくらでも食えるんだよ。どうしてこう食えるかと思って俺はてめえで考えちゃうんだよ。毎年だったら仕事に出てきたらいいじゃねえか。それダメなんだよ。毒箱はねえんだよ。何よ、毒箱はねえ？しょ、またてめえ曲げやったな。ねえ、死に入れたわけじゃねえんだよ。持ってかれちゃったんだよ。よせよ、おい、くんちしょ。大工にとって道具箱ってのはな、侍の刀みたいなもんだよ。大事に扱わねえからそういうことになるんだよ。じゃあねえ、なんといの。俺なんかおめえいつだってちゃんと枕元のとこ置いとくぞ。なあ、おめえはまたそこらへんほったらかしとくからそういうことになるんで。またてめえは寝るってえとな、死んだようになっちまうからね。ガタッと音がしたらさっと目が覚めるようじゃなきゃダメなんだよ。それがね、トリオの前だけどね、夜中じゃねえんだよ。昼間なんだ。昼間か？留守にしたのかい？留守じゃねえんで、いてもってかれたからおかしいや、おかしかねえや。どうしていてもってかれんだい？それがね、持ってっちゃうんだな。持ってっちゃうんだなって、おめえ気がついてたのか？気がついてたんだよ。俺ここにこう座ってたらね、その野郎がぬぐって入ってきやったからね、あ、こんちしゃ毒箱を持ってく野郎だなと思って、でほら見てたんだ。見てねえで何とか言ってやれ、言ってやろうと思ったけど、まあここが我慢のしどころだと。くだらねえとこで我慢するんじゃねえ、本当に。どうして？したらその野郎がね、さーっと毒箱のそば行ってね、これ持ってくぞなんつってね、持ってっちやんだよ。おいおい、いい加減にしろよ。じゃあ何か、おい、その野郎が道具箱持ってくのてめえ指くわえて見てたのか？いえ、そんなことはしたね。そうだろうな、口開いて見てた、同じじゃねえか。本当にまあ、どおいで、その野郎の面少しは覚えてんのか？もうよく覚えて、なかなか忘れられねえ面なんだ。でその面にね、今朝またね、井戸端のところで俺びっくりしちゃったんだよ。その人に、どうして？いいからね、いきなり後ろから行ってね、おはようございますって言ったんだよ。てめえの話を聞いてるって、もうこっちはイライラしてくるな。おはようございます挨拶なんてすることはねえじゃねえか、ね、買わねえから後ろからパーッと張り倒して、ああそうかそうか、ああ分かった分かった、おめえもまんざらバカじゃねえね、じゃって、助産なく下手に出といて向こうを油断させてね、後をつけてって、うちでも勤めたのか？うちはもう知ってるんで教えろ。俺が行って取り返してきてやるな。どうだい、うちは？うちね、ここずっと出てね、で表通りのとこね、左にね、曲がんのか？曲がらん、左の角のうちなの。左の角のうちってあそこは家主のとこじゃねえか？俺大家のうちを聞いてくんじゃねえんだよね。ああそうか、親が持ってったのかい？そうなんだよ、早く言え、くんちしょ。持ってかれた持ってかれたってから、こっちはおめえ盗人を持ってったのかと思うじゃねえか。親が持ってったなんてところ見るってえと、てめえまた田町に貯めやったな。当たった、喜んでやる。どうして田町に貯めるんだよ。貯めるんだよって言って、こっちはそのつもりはねえんだよ。で、あれ売っちゃったくってとね、トリオの前だけどね、面白いよ、どん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 貯まっちゃうんだよ。トリオもやってみな、バカなこと言うねえ。おめえにはな、ただちになんぞたまらねえようにちゃんと仕事は回してあるじゃねえか。それためんな、てめえが悪いんだな。おめえはかまねえんだよ。おふくろは世間に出ておめえ恥かくじゃねえか。おう、でもおふくろいねえな、どうしたんだい？あのね、乾物屋で赤ん坊が生まれてね、人手が足りねえから手伝いに来てくれってやって、四五日そっち行ってんだよ。しゃあねえ、親一人子一人と思って、おふくろにそんなことさせててめえがブラブラ遊んじゃしょうがねえだろ。でその貯めた田町ってのはいくらなんで？一両って800なんで。さしくためやったな、本当に。そういう時にはな、すぐに俺のところに飛んでこい、そこまで貯まる前にね。本当にも肝心のおめえ商売道具預けちゃっちゃおめえ貸すことはできねえじゃん。そういう
ことが分からねえんだ。うん、本当におめえはもう世話焼けてしょうがねえよ。おい、まあ、いいえ、じゃあこれ持ってって、え、早く親のとこ行って毒箱返してもらってこい。え、何、トイレを出してくれんの。いや、そりゃいい心なわけだからな。あ、いやな、いや、あのね、本当はね、トイレのとこへ俺は行こうと思ったんだ、行こうと思ったんだけどね、おふくろがね、そのべつじゃね、みっともないからね、なんとかお前しないよってそういうの、被害者はねえからね、毒箱預けちゃったの。うん、俺、トイレ1両しかねえな。そうよ、俺の貯めたの今言ったじゃねえ、1両と800なんだ。分かってるよ。それ分かってねえや、そら。で、俺は1両800って言ったら、1両しかねえ、だからいいじゃねえか。そうすると1両と1両800ってのは女しかい、女しじゃねえ。800足りねえって言ってんのか。そうそうそう、そう言ってんだよ。800ばかり女字だよ。え、頭棒だてんだよ。なんでその頭棒ってのは。じれってえな、てめえは。当たり前だ、べらぼう目を詰めると頭棒となるだろ。なな、新しいこと言ってた日には運気の自分には言葉が腐っちまうな。あ、日の短い時には暗くなっちまうだろ。職人なんてのは言葉をトーンと詰めてで話をするんで、え、じれってやるだな。本当だったらな、商売物持ってったんだよ。飯塚によりはただでも取れるんだな。だけど相手が跳躍じゃしょうがねえじゃねえか。下手なことしてよ、ね、あとで陰の腐れ敵たらいてもつまらねえな。ないもんにはまかるってことあるだろな。だからいくらかでも持ってって、詫びの一言も言って返してもらってくんだよ。いいか、1両と800のところ800持ってってグズグズ言うんじゃねえぞな。1両持ってくんじゃねえか。あとはたかが800だ。えー、あたぼうだろ。ああ、なるほど。あ、そうだ、ほら、さあ、頭棒だ、そりゃな。あ、さあ、頭棒だ、さあ、気圧かって。待って、じゃあ、行ってくら。はい、行ってこよう。待ってるからな。えい、うん。いいこと教わっちゃったな。頭棒だ、気圧かだったな。今度から、飛んでるときは、みんな頭棒にしよう。いいこと教わったな、どうな。こんなら、こちらもんだな。やい、おやいるか。やい、おや。おやいるか。ばあさん、心配しなくたっていいよ。ね、裏のバカ野郎だよ。なあ、大概のものは影回るってと、おやおやって呼び捨てにするがな、あの野郎だけだ面と向かって呼び捨てにするがね、本当にしょうがねえやつだ。そんなところに伝って怒鳴ってねえで、用があるならこっちへ入れ。いや、いたな、おや、まだやってやる。丁寧に大家さんと言え。で、大家さん、なんだ、毒箱を返せ。毒箱か、うん、返さねえことはねえぞ。なあ、ちゃんと店賃を持ってくりゃ返してやるんだ。どうした店賃は、え、食い、ちゃんと持ったら。うん、そうか、うん、じゃあこっちに出しな。うん、ほら、うん、っしょ。え、ばっ、こういうことをしやんだから、だからてめえはいつまでたったって貧乏してるんだ。なあ、本当に、おめえなんざ追い出してやってんだよ。追い出してやってえけれどもな、周りのもんがぐず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 言うからさ、だからおめえしょうがねえ、こっちはおめえ、我慢しとるんだよ。うん、本当にてめえみてえなやつはもう、 おばあさん、そっち転がってかねえかい。え、いや飛んでかねえかってんだ、おわしがさ、行かねえ、おいしいな。おい、ほらおめえ、一両しかねえな。そうそうなん、見てたって増えねえ、生意気なこと言うねおめえの貯めたのはな、一両と800だ。え、800足りねえがどうした。え、それはね、800足りねえな、それはあのなんだい、あの頭棒なんだい。なんだ頭棒だ、頭棒知らねえの。ああ、弱っちゃうな。あのね、頭棒ってのは当たり前だ、べらぼめ詰めると頭棒となんだよ。うん、だけどそんな長ったらしいこと言ってた時にはね、運気の自分には暗くなっちゃうしね、日の短い時には言葉腐っちゃうね。で、本当だったら飯津君によりはタラでも取れんだけども、相手が犬のクソだしね、跳躍だしね、だから首に巻かれるといけねえから生意気なことを言うねん。え、口もろくに回らねえくせにどこで覚えてきやがったか知らねえが、え、足らねえで持ってきやがって、なんていうこと言やがんだ。誰に向かってそんなこと言うんだ。いや、おめえだ。なんだおめえと。とに、え、あと800持ってこねえうちは渡さねえぞ。そんなこと言わねえで渡してくれたっていいじゃねえが。頼むからよ。ねえ、おやさんよ。ダメだよ。どうしてもいけねえのかい。邪魔いいよ。あのおわしこっちに返してくれ。これはうち金に取っとくよ。そりゃずるいな、そりゃおやさん。え、毒箱は消してくれねえし、わしも消してくれねえって、それで大家さん、まるで泥棒みてえじゃねえか。なんだ泥棒た、ばあさん、巻きざっぽ持ってこい。さよなら。あ、ダメだダメだダメだ。え、なんだ頭棒効かねえじゃねえかな。やっちゃったな、どうもな。あんちを手ぶらで帰ってきやったよ。え、おい、どうした。え、行ってきたら分かってんだよ。手ぶらじゃねえか、毒箱どうしたい。毒箱向こうにある。向こうにやっちゃっていけねえんだよ。え、どうしたんだよ、返してくれねえのかい。ダメだったんだよ。なんで800足りねえってんだよ。
だからよく言ったんだよ、よく言ったんだ、800足りねえけどどうしてだってこう言うからね、それはあの当坊だって言ったらね、当坊ってなんだって知らねえんだよ向こうはさ、しょうがねえからね、当たり前だべらぼう目を詰めたんだってんでね、噛んで含めるように教えてやったそしたらね、怒っちめやんだよ、うん、ダメだってこう言うんだよ、弱っちゃったよ、向こうじゃあれ当坊流行ってないねもうやろう、じゃあてめえそれ向こう行ってやったのか、えしょうがねえやつだな、それは俺とおめえとの間の楽屋話じゃねえかよ、そんなこと面と向かって言われりゃ誰だって腹立たら、本当にまあ弱ったやつだね、本当にバカだなてめえは間違いないね、喜んででもいいよ、あれは私は一路こっち消しねえ、いやであれはね、あのうちに取ってくってんだよ、何よで何か道具箱を消しねえ、ゼリア取れるババアか、それがジジイなんだ、そんなこと言ってんじゃねえよやってやろう、担当にさあやけてかなわねえなてめえは、ええうん、あそこへ俺はおめえ顔を出したくなかったんで、ええだからてめえ一人でやったんだけどもよ、こういうことになるんだったら花から一緒に行ってやった方がよかったよ、ええやっけだねえどうも、わしはねえ、行くよ、行ってやっから一緒についてこい、本当にやったやつだ、待ってくよ、ごめんくらい、ごめんくらいし、はいはい、なんだい、およもう珍しいじゃないか、通るよ、よっしゃ、さあさあさあ、まあこっちは上がり、いや遠慮しないでこっち上がっとくれよ、さあ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 、おいおばあさん、え通るよが見えた、お布団を出しろ、布団を、寝る布団じゃないよバカ野郎座布団に決まってるじゃん、え客が来た私が寝てどうすんだよ、当たり前だ、さあ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 、まあ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 当てとくれ、まあ当てとくれ、えいやお茶すぐに入れなさいよ、ね気が利かねえんだよ相変わらず、どうにもしょうがねえよあのばあさんは、まあそんな遠慮しないで当ててくれよ、いやしばらくだったね、うん、いやお前さんのね噂浮気でも聞くよ、ね悪く言う人はいないんだ、嬉しくなっちまうな、うん、若い自分から知ってるからね、立派な棟梁になったってんで、ばあさんともいつも話をしてるんだよ、人事じゃないよ、我がことのように私は喜んでるよ、うん、とさあね、たまに遊びに来ておくれよ、顔を見せておくれ、寂しいじゃないかな、本当に立派になったね、人を大勢使うから体に貫禄というものが出てきたらな、いや本当な、なんだいもじもじして、あどなたかお連れさんがご一緒かい、あ表に待たしていちゃいけないよ、あのお入れ申し出せ、えいやお上げしてさいいんだい、構えしないよそんなことはねえ、遠慮深いなどうもな、どうぞ、お連れさんこちらへなんだい棟梁、あのバカなことでなんか口でも聞きに来なすったのかい、もうあいつじゃないお前さん本当に申し訳ねえんでね、毎度この野郎はねこちらでお世話になってるんでちょくちょくお礼に伺わなくちゃいけねえと思ってるんですがね、何しろね貧乏暇なしってやつ、おいやめてくれやめてくれ、なあなあなあ妙なこと言っちゃえだよ、誰私がこいつを、世話バカなこと言っちゃえ、世話のしがいがない面倒の見がいがないやつだよこれは、棟梁の舞だけれどもね、こんなバカはないね、絵にも話にもならねえ、箸にも棒にもかからねえてえな、この野郎のことを言うんだな、聞いておくれよ、いや店賃を貯めてしょうがねえんでな、うんどうするってそう言ったらね、ああもうとにかくどうしていいかわからねえって、じゃあお前の道具箱を預かるぞったらそうしてくれってこう言うんだよ、から私預かってきてね、あそこに置いてあるんだな、さっき取りに来たんだよ、で返してくれって言うから返さねえことはねえが、おめえのためた店賃はどうしたんだって言ったら持ってるって、ああそうかい、じゃこっちに出しなったら私んとこ放り出しやがったね、それもいいよ、見るってえとこれがね一両しかねえんだね、野郎の貯めたのが1両と800だよ、800足りねえんだ、それから足りねえのはどうしたんだったら、やれ当たり前だべらぼうだの、いずこによりゃタラでも取れるだもの、あんまり生意気なことを言うからね脅かしつけて返したんだよ、弱ったよこいつにゃーと、あいすいません本当にね、おっしゃる通り、どうにもしょうがねえバカ野郎なんだ、ところがねこのバカ野郎がね仕事になるってえとうちで一番いい腕したしてね、だからまあ私もいろいろと目かけてるんさ、本当の仕事に出てこねえんです、どうしたんだろうと思って今日うち行ったらねぼんやり座ってやんでね、なぜ仕事に出てこねえったら毒箱を大家さんのところに預けちゃったんでね、で仕事に行かれねえってからなぜ預けたんだったら店賃を貯めたその方だってやから、バカ野郎雨露しのぐ店賃を貯めるようなことってどうすんだいついてやったん、ねえあの大家さんが毒箱を預かるなんてのは欲跡のことなんだから、で一体いくらなんだいって聞いたらね1両と800だってますからね、急いで腹開けの丼引っかきましてみたんですが1両はあるんですけどねあと800どうしてもねえんですよ、まあ、いけねえなと思ったんですがこっちもちょいと急いでたもんですからね、その1両持たせてこの野郎にね
よくそこの足らねえところは大家さんにお詫びをして訳を話してね、大家さんの自信にすがってで道具箱を返してもらってこいよとこの野郎にそう言ったんですが、まあ、こういうバカですからこちらへ来て何言ったか分かりませんがね、まあ、バカのほざいたこったと一つ、まあ、気になさらねえで渡してやってもらいってんですよね、大家さんお願いいたします、 おめえも早く頼め、お願いします、わあそうか、いや分かった分かった、じゃあ何かさっきの一両棟梁が出してくれた、それはすまなかったね、いいんだよ、私んとこもね、あんなものいつまでも置いとかれるってえとね、ばあさんも私もあそこにケツまずくだろ、邪魔でしょうがねえんだ、早く持ってってもらいたいぐらいなもんで、いやいいと思う、返しましょう、ところでそのあと800だが、それは棟梁どうしよう、あれはね足を今すぐに出すんですがね、今言った通りねえもんですから、それにそこまで足はね、面倒見てやることはねえと思うんですよ、まあ、何しろねあとはたかが800ですから、この野郎腕がいいんですから道具箱さえこいつに渡れば800ばかりはすぐに稼ぎ出しますんでね、そう長いことお手間は取らせません、しばらくの間待ってやってもらいてんですよね、お願いしますよ、ああそうかい、あそう、おばあさんお茶いいよだいぶ様子が変わってきたよ、ああそうかい、ああどうも驚いたね、偉くなったもんだな、ああとりお前さんも妙なことを言うね、いや何がじゃないよ、なんだいそのたかが800だとか800ばかりってな、お前さん方豪気な商売だね、大工というものはな、お前さんたちにとって800はばかりか知れねえが、私にとっちゃ800は大枚ね、地べたを掘ったって800の銭が出てくるってわけじゃねえんだよ、妙なこと言われちゃ困るよ、おこれ、いやどうすいやいや、それはあしたほら職人だ、口は下手だよね、存在だからそこのところも一つ気にしねえで冗談言っちゃいけないよ、後ろのバカ野郎がなんか口聞いてんじゃねえんだろ、お前さん仮にも棟梁じゃねえか、若い者を束ねてんだな、その棟梁がなんか言っとるんだよ、気にするなったってそうはいかないよね、気持ち悪くなった、もう私ね800ビタ1文かけたってあの道具箱は渡さねえから、意外そのつもりで言っておくれ、いずれ大家さん怒っちゃ困るんで、あっしもねそんなつもりで言ったんじゃねえんですからね、ひたすら勘弁したくんねえな、ね、お願いしますよ、あじゃあこうしましょう、あのねあとですぐにねうちの親子にお宅に800放り込ませますから、やめとくれやめとくれ、うちは賽銭箱じゃねえんだよ放り込まれて当たりどころが悪ければ怪我すら、いや放り込まったって何も本当におっぽくないじゃねえや、名古屋さんねえ、お願いしますよ、ね、足は口の利き方は確かに悪かったね、さらば足は謝りますから、ひとつ勘弁してくんで、どんばこ今私やってもらってんでお願いしますよ、この通りでございますから、いいんだよ頭なんて下げなくたっていいんだよ、800持ってくることは済むんだからな、どうすんだい、あるのかいないのかい、はっきりしなよ、ねえさんそんなこと言わねえで、あのねはたか800、いやあのそのいやそのねそんな800のことでもってな、お互い大人同士でもって顔を赤目あったってしゃあねえ、足をこうやって頭下げて頼んでるんだから返してくれたっていいじゃありませんか、なんだいそれは、ああそう、お前さんが何か頭こう探るって言うと世の中なんとも収まるのかい、偉くなったなそりゃ、あそう、どれお前さんなんか勘違いしてんじゃないかい、こう見えても私はね町役人だよね、お前さんは何だい、たかが大工じゃねえか、それも接近大工のくせにしやがって、何を言ってんだい、下から出て棟梁棟梁棟だったらすっかりその気になれがって、出てったらすんねん、おや何もそんなこと言わなくたって言わなきゃわからねえから言ってやってんだい、けんなよねえ、おやさん足がだから悪いってそう言ってるじゃねえか、ねえ謝ってるんだよ、いやあの野郎の前でねその小言は構いませんよ、小言は構わねえけれどもそのね道具箱を返してもらわねえとなるってと今度足があの野郎に小言言えなくなっちゃうね、小言は聞かねえんですよ、聞かねえ小言だったら言わねえ方がいいやな、でもそれで足の顔が立たねえじゃありませんか、立たねえ顔だったらね、袋かぶして横にしときなよおいさん、それじゃあんまり陰謀なら陰謀だよ、私陰謀自慢にしてるんだ、八丁四方隠れのね陰謀屋だよ、それがどうかしたのかい、おいさんやったなよ、どうな足はね喧嘩しに来たわけじゃねえんだよ、お願いしに来たんだね、だからさつ足が悪かった、口の気温が悪かったって謝ってんだからお願いしますよね、この通りね、いや分かんないねお前は、謝ることはないてんだよ、800出しゃことはするんじゃねえか、出しなよ、ないのかい、なかったらけんな、目障りだからけんなてんだよ、けんなよ、なんすか、いやお前さん
あっしはこれだけお願いしてもどうしても毒箱を渡していただけねえんですか。くどいやつだねお前は。渡さないよ。渡さなかったらどうなんだい。でしょうね。いらねえ。なんだい。お前さん今なんつった。え、私に向かってなんて言ったよ。いえ、おばあさん逃げなくたっていいよ。何も棟梁だって取ってこうってんじゃねえんだよ。え、うん、逃げるんだったら一緒に逃げようじゃねえか。一人で逃げやった薄情なババアだね。本当にな、何だい棟梁。え、大きな声だな。何をなんでブルボン、大きな声はこしとる地声だ。え、いくらってせり上がんだよ。てめえの方で渡さねえってからこっちはいらねえってんじゃねえか。渡さないこの丸田んぼ、ま、丸田んぼ、なんだ人を捕まえて丸田んぼったん。丸田んぼじゃねえか。てめえなんざな、目も腹もねえ血もないんだもねえのっぺらぼうな野郎だから丸田んぼってんで。渡さないこの金閣寺、いろんなこと言いや。なんだい金閣寺だ、四角くて汚ねえから金閣寺ってんだ。そのぐらいのこと覚えてきやがるバカ。え、おう宝助藤次郎珍慶といもっぽり歌舞伎めてめっちに頭下がるようなお兄さんとお兄さんの出来は少しばかり違うんで。え、何をやんで下から出りゃ突き上がり、こっちで言うセリフだそいつはなあ。おやさんおやさんとおだたらしっかりその気にならがって、誰のおかげでもってなおやさんの跳躍団に言われるようになったんで、昔のことを忘れんねえ。なんだよ、私が昔どうした。何を昔どうした、とぼけやってよしずじゃな、俺はおめえの昔のことを話をしてやっから。え、それ気合っててめえびっくりして赤くなったら青くなったらすんな。私は七面鳥じゃねえ。何のこと言うねえ。おう、おめえなんざな、元はどこの馬の本だか牛の本だか分からねえでこの町内に流れ込んできやった。その時のざまなんで、え、寒空に向かい上がって洗いざらしの浴衣一名でもってガタ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 震えてやった。どうか皆さんよろしくお願いしますってんで、みんなの前でペコ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 頭下げたこと忘れやしめえな。幸いとこの町内の下はみんなおじしぶけや、かわいそうだから何とかしてやりましょうってんで、てめえはこの常磐になったんだな。え、一文銭二文の銭をもらえやって、あっち行ったりこっち行ったり、てめえなんとつけやっこじゃねえかな。お元禄さん、この手紙持ってあっち行ってくれ。へい、この手紙持って向こう行ってくれ。いや向こうへは行かれません。どうしたらいい、向こうの方から風が吹いてきますから。私お腹が空いてますから、風に向かっちゃ歩きませんってんで、風間にまでふわふわしてやって、このただ吹きガラスめ。え、そのてめえの運の向いたな、なんだ六兵衛番太が死んだからじゃねえか。六兵衛のことを忘れてると罰が当たるぞなあ。お元禄さん、お腹が空いたらうちの芋を持ってきなよ。え、寒かったらこの反転を来たらどうだいってんで、何くらいとなくおめえの面倒を見せた。その恩をてめえはあだで聞いちゃがった。何があったって通じゃねえか。そこにいるババアなんで、元は六兵衛のかかあだ。ばあさん隠れることはねえよ、本当のこったな。え、その自分ブクブク取っていろんな町のいやらしいババアだって、そのババアがな、六兵衛がポックリと行っちゃった後、一人でいて一人がねえところをな、つけ込みやがって、ばあさん芋を洗いましょう、まき割りましょうってんで、ずるずるべったにこのうちへり込めやったんだ。え、態度持ってろくに食うものも食わねえでよ、爪に火を飛ぼすようにしやって、え、金を貯めてな、高え利息で貧乏人に貸し付けて、てめえのためには何人流されてっか分かんねえんで、え、人の恨みのかかった金でもってな、家主の株を買いやがって、大家でございい、町役でございい、何を言やんで、え、てめえなんざ大枠だ、芋だっつうじゃねえか、六兵衛の売ってた芋ってやな、籠の本場の芋だい、あつったらに切ってよ、たきつけ惜しまねえから、うめえ芋だ、え、やつどきになってみろ、六兵衛の目は黒山の人だかりだい、てめえの手になったからそんな目を持ったことあるかい、間違いない芋を買ってきやって、たきつけ惜しむからな、名前がガリガリの芋だい、それも食って腹下して死んじゃったら何かねえんだこれ素晴らしい。おう、やだ、こっち来い、こっち出ろ、なあ、もう蹴ろうか、やろう、蹴るよくんちしょ、蹴ってみろ、いますよ、たるめだ。え、俺は何してんのか分かんのかてめえにゃ、どうも喧嘩らしい、当たるめだよらしいんじゃねえ、喧嘩になっちゃってんで、なあ、こんなら破れかぶれだ、生き上げの立ちんだよ。え、何でも構わねえからてめえも毒づけ、え、毒づきなよ、毒につけんのか、毒につけんじゃねえんだよ、毒漬けなんか言ってやるってんで、そうかい、うん、こんちはそんなこと言えってんじゃねえんだよ、なんかおめえ悔しくねえのか、え、おい、え、腹が立たねえか、うん、立ててもいいよ、うん、やろギリで腹なんぞ立てるんじゃねえでしょ、なんか言え、もう毒漬けってんだよ、分かったよ、怒っちゃえよ、あのやい、おやさん、さんなんといらねえ、そうだよ、やい、おや、おや、何言ったんですよ、はっきりしろ、はっきり、今はっきりするぞ、こんちと、はっきりするから、もう驚くな、で、てめえなんざなんだ、おやじゃねえか、な、で、おやのくせにずずしいぞ、たなちんとらやって、当たり前だよ、それは当たり前だよ、それは俺が悪かった、謝んなかった、そして、なんだ、てめえの、あの、なんだぞ、昔のこと、俺はすっぱ抜いてやっから、それ、キャーって、てめえ、びっくりして赤くなったり、青くなったり、すんなよ。俺は七面鳥じゃねえぞ、そりゃ向こうで言うんだよ、まずおめえが言うんだ、本当に忘れんな、こんちしょな、ほんで、なんじゃねえか、てめえなんざ、元はどこの骨だ、本当に、え、馬の骨だ、てめえなんざな、牛の骨め、シャモの骨、カラカサの古骨、
あと何の骨？何の骨？先行け、先行くから驚くな、こんちしょ。ね、てめえなんざ、で、町内に流れやがったろ、大水めんとにな。でもって風のところがふわ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 してやって、てめえなんざあっち行ったりこっち行ったり、使いやっこさんどちら行く？ダメなこと言うんだね。で、ふわ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 しやって、この風吹きトンビ、カラスだよ。トンビの方が大きいや。だらねえこと言ってんじゃないよ。で、なんじゃねえか。で、おめえなんだ、おめえの運の向いたな、六兵衛じいさんが死んだからじゃねえか。な、あのおじいさんが死んだって、てめえなんぞ、香典やるめえ。うめえこと言うな。うん。俺もやってねえ。それが余計なんだよ。で、そこにいるのは、おばあさんは元六兵衛じいさんのおばあさんじゃねえか。知ってたぞ、俺なんか知らねえと思ってやんだろう。な、まあ、前はおじいさんがいた、おばあさんがいたんで、おじいさんが山へ芝刈りに行ったんですよ。それでおじいさんが死んじゃって、それでおばあさん一人でいるところへスーッとそばへ行きやがって、おばあさん芋割りましょう、薪洗いましょう、あべこべだよ、あべこべにしやがって、芋とくっつけやったろ。芋とくっつけるかい。芋とくっつけるか。おめえに言ってんだよ。おめえに言ってんだ。おめえだよ。あ、俺だそうだ。どうもすまん、よく謝るな、おめえは。それでもって二人でもって一生懸命爪に避難度つけやがって、やけどしねえかって言うな。なあ、あれ、一生懸命お金貯めちゃって、今じゃこんな立派な大家さんなんだ。どうもおめでとう。何をやるんでしょう。おう、いいか、なあ、後でもってな、シラスの砂利を握ってほえずらかくなよ。よい、こちらに強いお嬢さんついてんだな。おう、いいか、かっこもんで、かっこもんだよ。茶漬けか。そうじゃねえ、恐れながらと訴えて出るんで。ってんで、これから願書をしたためまして、恐れながらと訴えて出た。その自分のお奉行所というものは、こういうものはあんまりお取り上げにならない。ところが、何度も何度もお願いします、お願いしますという格好見ない。ね、根気負けしましたお役人が、何であろうと、願書をこう見るってえと、この度与太郎に家主玄六方に道具箱を20日余りも留め置かれ、それがため老後一人養いがたしという文面ですから、これは穏やかならんというので、すぐに玄六のところに差し紙がついた。双方お呼び出しになりましてね、まあ、当日奉行所の腰掛け、まあ、司会所ですね、大勢人がおりましてね、大変でして、玄六さん大丈夫ですか、な、任しておきなさいよ。必ず私が勝ってみせますから、まあ、あたあた、これご苦労さん、ありがとうありがとう、勝ってきますよ。そのうちに入りましょうというお呼び込みの声で一同がお知らせに入る。正面にはお奉行様、左右には目安方公用人、縁の下には筑波井の同心が渋さの十手を持って控えております。神田三河町家主玄六、並びに田中大工職与太郎、差し添え人神田立大工職喜平次狩り大工職政五郎、詰め合いの者一同揃いおるか。一同揃いましてございます。与太郎、表を上げ、表を上げ。何をしてんだよ、早く表上げなきゃいけない。表上がんねえぞ。こんなに土台がしっかり、何言ってんだよ。てめえの面上げんで、面顔かい。んだよ、そんなら上がるよ。へい、その方は何歳になる、何歳になる。なんだい、ディレクターになってめえば。年だよ。年、誰の、おめえんだよ。あるよ、当たり前だよ。お奉行様がお年を大きくなってんじゃねえかよ。いくつだっけ。ねえ、てめえの年忘れてどうすんだい。確かてめえなんじゃねえか、26じゃねえか。ああ、そうだ、じゃあ早く言うね。26でございます。さようか。政五郎、その方は何歳に相なる。さようか。願書の趣によると、これなる与太郎が家主玄六に道具箱を20日余りも留め置かれ、それがために老母一人養い兼ねるとの文面であるが、それに間違いはないか。間違いございません。さようか。家主玄六、表を上げ。よろしくお願いをいたします。何故あってこれなる与太郎の道具箱をその方を預かった。20日余りも留め置いた。恐れながら申し上げます。実はこれなる与太郎が店賃をためまして、たびたび催促に参りますが、一向に払う気配がございません。他の店子の手前もございますので、こればかりを多めに見るわけには参りませんので、道具箱を型に預かるがどうだとこう申しましたところ、他に当てがないからそうしてくれろとこう申しましたので、手前どもに預かって参りまして置いてございました。そこへ、果実一両を持って道具箱を返してくれろと参りましたが、これがためましたのは一両と800でございます。800足りませんので、それを聞いたところ、やれ当たり前だ、べらぼうだの、飯塚によればただでも取れるだの、あんまりこの
生意気なことを申しましたので私もついカッとなりまして、このようなことになりましておかみ様のお世話になると、こういった次第でございまして。おおさようか。だが元禄、それは何かの間違いではないか。うん、いやいかにこのような男であるといえ町役人に向かってそのような悪行を申すとは奉行には思われん。ん、何かの間違いであろう、聞き違いで、いや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 、その方はそう申すが、それは聞き違いじゃ。ん、聞き違いに違いないの。ああ与太郎、そのようなことを申すわけがないの。いやそやね、言ってやったんですよ、これは。落ち着け、よいか。そのようなことを申したわけではないの。いや言ってやったんだ。いやそうなんだもん、そう本当のこと。いやあのね、あたぼうだってついた、あたぼうってなんだって言うからね、当たりめえだべらぼうめ、詰めたんだついてやったんですよ。黙れ。ん、仮の町役人に向かいそのような悪行を申すやつがあるか。ましてや市区賃を足らずに持ってまいって不埒なやつ。老母一人養えぬその身において一両の金どこで調達をいたした。政五郎代わって申し上げます。その金は、私がこれに貸したもんでございまして。おお、その方が貸した。うん、政五郎、なぜその折にあと800文貸し与えなかった。うん、さすれば神に手を煩わせるようなことはなかったぞ。ことは穏便に済んだであろうの。下世話に申す、仏作って魂入れずとはこのことじゃ。一両800揃えて持っていけば元禄とて素直に渡したである。なぜそういうことができなかった。うん、いやとてものついでに、どうだ政五郎、この場においてこれなる与太郎にあと800貸し与えるわけにはいかぬか。うん、できるか。うん、では貸してやってくれ。よいな。あ、与太郎、うん、800受け取ったらば元禄に渡せ。元禄、その方を受け取ったなら帰宅の後は速やかに道具箱を与太郎に戻せよ。よいな。うん、宿賃忍び猶予は相ならん。立て。ザラ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 腰掛けの方へ戻ってまいりまして、どうでした元禄さん。どうもこうもありません。勝ちです、当たり前ですよね。ああこっちはね、町役人だ、家主を相手取ってそこの田中がね願って出る、これがそもそも間違いですよね。ああ私なんざ毎朝神棚に手を合わしてね、商売繁盛なんていうことは願ったことありませんよ。騒動繁盛ね、騒動だったら人の騒動でも何でもこっちは引き受けちゃうって男だ。くじ慣れしてるんだ、はばかりながら負けるわけありませんよね。それをね願って出る、本人のバカさ加減を知れてますよね。その知り押しをするやつが大バカやる。まあ、勝つに決まってますよ。どうもありがとうございますね。おいおい与太郎、与太、おい、いや、なんだなんだ。じゃあね、早く800文こっちよこしな。800文ね、残ったらおめえの資料紙と言ってもらってこい。どうするか、資料紙、資料紙貼っとそう。てめえバカね、本当に。お奉行様があれだけおめえ謎をかけて、そんなことはよもや、申すまいなっての言いました、言いましたってやら。こっちはおめえ赤っ端かきに来たようなもんじゃねえか。よくよく聞いたらこっちがよくねえんだって。何を言ってんだよ本当に。分かってるよ本当に。まあおう、あ、それ持ってって突っ返してやれ本当に。はい、行ってこいよ、行ってくれ。じゃあ、持ってきた。はい、こっち行かしな。ね、皆さんすいませんな、墨付きの書面ができましたらまたお付き合いを願いますよ。再び、お知らせ一同がずらっと並びまして、いかがいたした。ん、元禄、与太郎から800文受け取ったが。おお、そうか。しからば速やかに道具箱は元へ戻すように。ん、しかと申しつけるぞ。これにてその方は不足はあるまい。お不足などあろうはずがございません。ありがとうございました。ところで奉行よりそちにちと尋ねたい義があるがの、その方はこれなる与太郎の道具箱を宿賃の方に預かったのであるな。ん、一両と800の方に預かった。へえ、さようでございます。してみるとこれは七物だな。ん、七夜と同じである。その方は七株を所持しておるか。いや、ああ、ん、どうじゃ。七株なくして人のものを金の方に預かるはご法度、町役を務める身の、それを知らぬわけはあるまい。七株は所持しているであろうな。どうじゃ、ありていに申せ。ああ、七株はございません。何、七株ない。竹門、七株なくして人の品物を金の方に預かるやつがあるか。
ん？町役の身でありながら神の方に背く不当義なやつ。本来ならば重きと重いに押し付けるところなると、この度は願い人が田中ゆえ過料にて差し許す。な、これなる与太郎に20日の間の手間を払って使わせ。よいか。あ、これ与太郎、大工の手間は今どのぐらいであるな。あの、それは黙っとろ黙っとろ。俺が言うよ。正五郎、あしが申し上げます。とにかくこのところね、大工の手間はバカに上がっちゃった。まあ、それにこの野郎人間ばかりさね、腕がいいんですからね、稼ぐんですよ。それにね、早出居残りといろいろとありますんでね。そのような細かいことはどうでもよい。日にどのぐらいであるの。日に10文目というところなんですな。日に10文目か。20日に直して200文目。うん。ああ、しからば、あ、元禄、うん、200文目速やかにこれなる与太郎に渡せ。よいな。うん。たしのべ猶予は相ならんぞ。うん。さあ、一度立て。ザラ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 ってまた下がってまいりまして、どうだいかったよ。なあ、これで、お天道様お見通しだな。ざらみやろっといな。ああ、最下流流仕上げはこれになったらこんなかったよな。ありがとうありがとう。およた、あれやろんこ行ってよ。元禄んとこ行って早く200文目もらってこい。ああ、そうか。元禄。なんだ元禄。なんだ、だっていいじゃねえか。お奉行様もそう呼んでた。お奉行と一緒になってやら、こんにちは。なんだ、200文目よこせ。今は持ってねえよ。ダメだ、日の部猶予はならんぞ。もしなかったら知り押しに帰ってこい。悔しいね、こんにちは。安部さん、あったらちょいと貸しとくれ。いや、帰ったら返すからさ。こいつになんかこんなこと言われてんのが悔しいじゃねえか。さあ、持ってけ持ってけ。あ、早く持ってけ。もらってきた。よし、じゃあ俺ら預かっていってやるね。おすまねえな、またもうちょいと付き合ってもらうよ。再びお知らせにずらりと並びました。いかがいたした、与太郎。ん、200文目受け取ったか。おう、政五郎が預かった。ああ、それはよいの。あ、家主元禄、ん、これなる与太郎はな、縁あってその方の田の子になったものだ。いたわって使わせよ。また与太郎も家主に対しあのような悪行を申してはならんぞ。これよりは職に精を出し、年老いた母親を大事にいたせ。奉行しかとその方に申し作るぞ。わかったな。うん。さあ、これで調べは相すんだ。あ、一度立て。ああ、政五郎、待て、これへ参れ。一両と800の方に200文目はちと儲かったである。さすがは大工は棟梁。へい、調べをごろじろ。